共産党市委員長、23年ぶりに交代。田村智子、女性初の委員長で党勢回復なるか。しかし、吊るし上げ演説で批判殺到ということでですね、本日はこちらについて触れていきたいと思います。いやー、志委員長変わりましたね。いや去年の年末にですね、共同通信さんの方が、まあ、田村智子さんに変わるんじゃないかみたいなところをね、見出しで出しておりまして、 いやでも本当に変わるのかなみたいなところでちょっと疑ってた部分はあるんですけども、いや、変わりましたね。まあ、それこそね、えー、2023年、まあ、去年ですね、志、まあ、こ長長すぎるんじゃないかみたいなところでね、松崎さんっていう、ねまあ、方が共産党員なんですけども、こう 新庁、ね、をちょっと批判するような本を出されまして、えー、それが、ね、ちょっと話題になっていて、そこで新長結構長いみたいに、ね、批判があったんですけども、えー、そこで,です、ねまあ、今回、しかも、ね、女性の委員長という、ねまあ、共産党の歴史の中でも初ということで、まあ、本気で、ね、こうなんかイメージ回復といいますか、統制回復を、ねえー、してきたのかなというふうに、えー、思いました。でしかかも、ね、例えば共産党ととですと 参院選の東京選挙区、えー、ここに関しては、吉良しこさんという方だったり、山添拓さんという、結構、共産党だから若手の方をですね、まあ、候補者に指定して、そこで、えー、東京選挙区で当選したりしているというところで、しかもね,ね、なんかビジュアルとかも、割と無党派層取れるような、なんか共産党集というちょっとね、なんか無党派層取れるっていうかあの、例えばね、えーっと 2022年の参選東京選挙区、ここは例えば、えー、乙武さんだったりとか、蓮舫さん、そして、えー、山本太郎さん、生稲妃子さんね、えー、朝日健太郎さんっていう、もともとね、結構著名人だった方が出ている選挙区にもかかわらず、出口調査で無党派層で一番取っていたのは山添拓さんというですね、まあ、そういった状況で、まあ、共産党も、ね、結構この無党派層取りに行ったりとか、まあ、そういったところもすごい意識されている中で、今回、田村智子さん、起用されているのか、どうなるのかなというふうに思ってたんですけども、 いやー、ちょっとやってしまいましたね。もう早速、ちょっと怖いんじゃないかみたいなね、えー、イメージになってしまって、もうあだ名がね、女スターリンってあだ名ついてしまいましたからね。いや、これは、増税メガネよりもちょっと結構いたてなんじゃないかなというふうに思ったりするんですけども、いや、ここがですね、まあ、ちょっと、 どううなななるるののかなっていい、はは気になるとこですね、はい、じゃあまずちょっとこちらのニュースについて触れていきたいなと思うんですけども、えー、共産党党大会、えー、1月15日から18日まで、えー、開催をされておりましたとで、えー、と23年ぶりに委員長交代ということで、えー、C 和夫委員長から田村智子さんに代わられましたとだ僕がねほんと小学校時代2000年から C 和夫さんが委員長をやらせてたんでもう物心共産党イコール委員長 時代しか僕知らないんですよ、はい、まあそれが変わるってことですごい歴史的なねこう瞬間だったのかなっていう,うに思うんですけどもまあ共産党102年の歴史の中で102年歴史あるんですよ <laughs> 102年歴史あるのマジですごいですよね例えばだから維新とかこの共産党の歴史作るとしてあとなんか90年ぐらい <laughs> 待たないとこの状況にまで持っていくことができないっていういやこれはすごいですよね。 で、えー、共産党の市委員長が、えー、議長の方に就任されたと、で、議長ポストっていうのが、もともとね、委員長とかも務められて、不破哲造さんっていう方が、まあ、2006年まで務、えー、めていたんですけど、それ以降は、えー、空席になっていて、そこに市委員長が入られたと、で、えー、初期局長は小池晃さんが続投されるってことで、だ小池晃さんがね、今、どういう心境なのかっていうのは、だから、あのー。 以前ね、まあ、小池晃さんが田村智子さん、小池晃さんが、ね、名前、ま、間違えたんですよ。それを田村智子さんが指摘して、えー、小池晃さんが出席して、これはパワハラだみたいな形で話題になりまして、でこの時は小池晃さんがの立場の方が上で、田村智子さんの方が下みたいな感じだったんですけど、これが逆になるということで、この関係性、ちょっとどう思うんだろうなって。逆に言うと小池晃さんあの件がなかったら もしかしたら、今、委員長になってたかもしれないというところで、まあ、そこはね、すごい気になるところです。で田村智子さんもともとね、政策委員長をやられておりまして、そこでね、山添拓参議院議員がそのポストに就かれたということで、39歳の山添拓さんが入られたということですね。なので、まあ、次の、まあ、時期、まあ、 田村智子さんの次とかは結構もう山添拓さんというね、えー、選択肢にもなる、なんか抜擢なのかなとは思います。はい。で、えー、不破鉄道前議長、えー、最高指導部である中央委員を退任するって、これもね、かなりニュースとかにもなっていたんですけども、はい。ただ僕、あんま不破鉄道さんの思い出ないです。すいません。はい。 僕はそういういです、はいでえー、松崎氏が、えー、撤回求めた除名処分撤回の、えー、再審査請求を却下しましたというところでだ去年ねこれ本とかも出てき新えー、共産党宣言みたいなね本が出て話題になってたんですけどもでこれがね結構統一地方選前に出て、まあ、そこで結構統一地方選中,中の、まあ、共産党さんもねビラでその、えー、松崎さんの この発言に対して批判するような、まあ、その発言内容は間違ってますよというビラを作ったりとか、えー、そういったことをやられてましたけども、えー、この再審査請求を却下されましたというような感じでございます。でね、田村智子さんがね、こう委員長になったの、結構すごいことで、見てください、この戦績。<laughs> 1998年から、えー、選挙出て6回連続で負けてます、参院選全国入れ区、そして衆院選の東京13区、再生の東京選挙区。 東京都議選落選して1998年からえ、えー、最初に出てからね2012年に初当選するんですけどもなんで10年以上ずっと落選し続けてるんですよ。 で、2012年の3位選全国比例区でようやく当選して、えー、16年、そして2022年、22年に関しては1位当選になりましたからね、圧倒的に票数も伸ばされてっていうような、えー、感じだったんですけども、ここ、この戦績だけ見て委員長になると思ってしたら誰もいないと思うんで、いや、これはすごい快挙ですよね。えー、そして、えー、田村智子さんについて触れたいと思うんですけども、えー、このは他のね、多分、市委員長とかは全然変わってまして、えっ、ー、と、まず長野出身で、 えー、早稲田大学ので学費値上げ。 のちょっと反対運動とかやっておりました元々共産党の方じゃなかったんですよ、はいで。そこで大学生時代に日本民主青年同盟ってところに入りまして、なのでこう共産党に入ったタイミングで親に泣かれるっていうですね、えー、なんかね、別にそんな共産党で悪い政党じゃないんだよってところで本持ってったら親に燃やされてしまったみたいなね、こう <laughs> エピソードもあったりするぐらい、だからゴリゴリにまと、あ、も親も共産党で、えー、自分も子供の頃から英才教育を受けてましたっていうタイプじゃなく、 えー、そこでね、えー、学生時代に共産党に入って、えー、歩まれた方が委員長になるっていうのは、これ、すごいことだなっていう風に思ったりします。で、田村智子さんはね、こうずっと落選していた中で、まあ、こう票数伸ばされたのは、やっぱりこう桜を見る会の追求、まあ、ここはですね、まあ、かなり知名度を上げたのかなと思います。はいまあ、これもいろんなメディアとかでも、この件がかなり言われたりしてるんですけども、でさらに、まあ、2019年のなんか国会での,であの質疑が、 これコロナを予言してたんじゃないかっていうぐらい、まあ、感染症対策についてのこう質疑を、ね、やられていてでコロナになってから、ねえー、コロナ禍になってからこの えー、田村智子さん2019年時代のこの質疑が話題になったりとかもしておりましたと。でね、今、相性タムトモっていうね、えー、形で、だからね、結構、田村智子さんがトップになることによって、まあ、共産党が柔らかいイメージがつくんじゃないかというふうに思われておりました。で、タムトモ、タムトモみたいな、ね、感じで言われていたんですけども、多分あの今回、ちょっとこの後話す、まあ、田村智子さんの今、ちょっと怖いって言われている発言内容、まあえー、ジャーナリストに、 こう、女サーリンって名付けられてしまった、この質すぎ内容を見たとは、これもね、えー、タム友とはもう呼べないです。もう田村さんって言うしかない。<laughs> 本当にこれ、愛称タムともで言い続けられるのかなっていうところが、ちょっと気になる、えー、ポイントでございます。はい。そして、NHK 合唱コンクールの長野県代表ということで、まあ、小学生時代ね、あのー、長野県の代表とか合唱コンクールとかやられていて、で、結構ね、あのー、 あの歌とかですなんか、ね、演説とかでこれ動画があってたんですけども、パワートゥーザ・ピープル急に歌い始めて、それがね、結構うまいっていうですね、で、周りも結構笑ってるみたいな <laughs> あの感じがありまして、それこそね、共産党といえば、新位委員長がピアノ弾くのがうまいみたいなね、そういったエピソードがあるんですけども、えー、志委員長のピアノ部分が田村智子さんの発祥になってくるのかなと、はい。 だからね、またあの、田村智子さんと玉木雄一郎さんで、あの、歌唱コラボみたいなのあるかもしれないですね。あの、ピアノでね、七、えー、委員長と玉木雄一郎さんがコラボみたいありましたけども、そのコラボがあるのかどうかっていうのは、ちょっと注目かなと思います。ただ、えっと、国民民主党、今、共産党からすると、悪性4党に入ってるんで、あの、えー、自民、公明、維新、国民民主党、悪性4党で名付けられてるんで、えー、た、 えー、シーン、ちょっとね、玉木雄一郎さんのピアノコラボみたいなのはもしかしたら見れないかもしれないんですけども、この歌のコラボあるのか、個人的にはちょっと注目しております。そして、パワハラ騒動みたいに見まして、あとね、当時、ちょっとウクライナの、えー、試合の時にまに、あ、防弾チョッキを送るのかどうかみたいなところのた時に、えー、田村智子さんが防弾チョッキはいいんじゃないかみたいな最初発言されて、その後撤回されるってことがありました。はい。ここを撤回するってことがあったんですけど、今後は、 田村智子さん、防弾チョッキ送っていいって言ったら、そのままその意見が通るっていう可能性が出てくるんで、まあ、ここもね、ちょっと注目なのかなと思います。なんか防弾チョッキがこう武器室のところに入るか入んないかみたいなところをね、えー、ちょっと注目をかぶってたんですけども、えー、田村智子さん、今後で結構田村智子さんが思い描く自由な発言ができるのかどうかっていうのは、えー、注目のポイントとなっております。で、そんな中で、まあ、ちょっと今回ね、 本当は、まあ、田村智子さんでね衆院選どうなっていくのかみたいなお話しようと思ったんですけども、ちょっとこっちが話題になっているというところで、大山菜々子さん、えー、神奈川県議のねちょっと発言というのが話題になっておりまして、えー、これ方で横浜市の甲区で、えー、ずっと当選されている、えー、方になっているんですけども、えー、第29回党大会の討論、これがね18日の赤旗に、まあ、この大山菜々子県議の発言というのが載っていて、それが話題になっているんですけども、えー、見出しでですね問題は出版より除名処分。 共産党怖いと思われるっていうです、ねえー、そういった見出しの方がございまして、えー、まあ市民のからね結構この松竹さんを除名処分したことによって、えー、共産党怖いよねとか、えー、除名処分は良くないんじゃないという意見を紹介しました。 さらに共産党政権になったら、こういった、ね、元老当選すると思われてしまう、えー、行為なんじゃないかみたいなところで、ね、この除名処分に対して、ちょっと疑義を呈したというような、えー、感じでございます。さらにちょっと例として、えー、小池都知事が、ね、希望の党、一番 VV ブイブイ言わせる時に、排除しますという、ね、発言をして、そこから急に支持率が下がるみたいな、えー、ことがあったんですけども、これと同じように、いろんだから排除させたと思わせてしまうんじゃないかと。 えー、この小池都知事と排除と似たような感じで思われてしまうんじゃないかってところを、えー、お話しされていて除名は対話の拒否なんで排除の論理ではなく包括の論理で当たっていくことも、まあ、共産党としては重要なん,なんじゃないですかっていう発言をされましたと。 で実際大山さんも、えー、党内もそうですが、市民の中からお預かりした声でもありましたというような、えー、市民の、ねえー、声か預かった声を紹介したというような形だったんですけども、それに対してね、田村智子さんの、えー、結合がちょっと話題になっております。ほ、はいえーまあ、他にも、ね、田村智子さん以外にも、この大山さんが発言した後この大山さんの発言を否定するような、えー、言葉がね、どんどん並んだというお話があったんですけども、えー、党体系での発言では一般的に自由であり、自由な発言を保障しております。はい 自はそのあとですねえ除名処分を行ったことが問題という発言を行った発言者がいましたとはい、えー、発言者の姿勢に根本的な問題があることを厳しく指摘いたしますだからこの大山さんの発について根本的な問題がありますよとはいまず除名処分のどこが問題なのかを何も示しておりませんとそしてえー、 党の外にいる人が言っていることのみをもって処分が問題って断じるのは、もうそもそも共産党員としての主体性を欠いていて、誠実さを欠く発言なんじゃないですか。でしかも、小池梨子代表の敗訴発言を持ち出して、あの時国民が感じた失意が今私たち共産党に向けられていると認識すべきとまで発言しました。反共分裂主義によって、 野党共闘を破壊した大逆流と並べて党の対応を批判するというのは全く節度を欠いた乱暴な発言というほかありません。党外から出版という形で党の綱領と規約を攻撃した者を除名処分にしたことは当然です。問題のこの政治的本質を全く理解していないことに発言者の大きな問題があると言わなければなりませんというのをです、ね、もう全国にこうね 生配信されてる中、こういった発言をされたっていうことで、いや、ここがですね、めちゃくちゃ怒ってます。三浦智子さんが、この大山さんの発言について、発言者の大きな問題があると言わなければありません政。政治的本質を全く理解しない。全く節度を書いた乱暴な発言とかね、主体性を書き、誠実さを書く発言、何回言うねんみたいな。 <laughs> えー感じちゃってるんですけども、えー、この発言が出た後ですね、結構、この共産党の現職の議員さんから、この田村智子さんの発言、まずいんじゃないのっていう、ですねそういった発言が大きくありまして、えー、大山大議員は、市民の松竹さんを除名処分する共産党は怖いという声を指摘し、除名は対話の拒否と討論を熱唱しましたと。 それに対し、結合の中で田村氏は、党員としての主体性を書き、誠実さを書くと、会場で球団。この球団はハラスメントであると考えます。謝罪と撤回が必要、市民の理解は得られないというところでね、同じ神奈川県内の相模原市議の今宮祐樹さんという方が、えー、謝罪と撤回が必要ですと、これはハラスメントじゃないですかというふうに言われております。 そして、加、え、藤、ー、原さんですね、えー、第29回大会最終日の田村副委員長の結合より、えー、元党員の、ね、除名処分をめぐって、ある発言者を非難、発言者の姿勢に問題があるとか、節度を変えたとかね、えー、いうのはハラスメント、主張していた私も被害者、すぐ党本部に電話し、閉会までに是正するよう求めたっていう、ですねはいそういった発言などもされておりまして、まあ、こう現職のね共産党市議も、この、ね、やつはハラスメントじゃないかと。はい えー、しかもね、あのー、田村智子さんはね、それこそ小池晃さんにこうパワハラを受けたみたいで、ね、小池晃さん謝罪した、こ同じことやってるんじゃないかみたいなことも言われたりしておりますと。えー、そしてですね、あのー、僕はね、2022年にちょっと取材しておりました、草、え、加、ー、市議選で、ですね、草加市内の共産党の市議が3人ね、あのー 共産党から処分を下るというですね、えー、そういったことはございましてでその3名が無所属で戦わないといけないと、はい、それをちょっと追っかけたことはございましてその時にね、えー、無所属で出て当選された斎藤裕二さんというね、総ト主義の方がいらっしゃるんですけども、えー、党内民主主義がなかったことがはっきりしましたね、えー、民主主義は多数決とともに少数意見の尊重が大切です尊重するどころか糾弾するのが、えー、新委員長の仕事だとしたらもはや未来はありません、いつの時も圧倒的多数が正しいとは限りませんという、まあ、そういった発言もされて ってとこで、まあ、委員長、変わったんですけども、まあ、この党内の,この改革みたいなできていないっていうようなところをちょっと主張されているってところで、だね、ちょっと田村智子さんになって、まあ、共産党のね、今後ちょっとイメージとか、かなり変わってくるのかなみたいなところは、個人的にはね、ちょっと注目していたんですけども、ちょっと出だしのところはね、かなりちょっとつまずいてしまったのかなというふうに、えー、見てて思っておりまますす今後共産党の動きき、えー、注目ししししてていきたいいいいたたと思います、えー、ぜひチャンンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。